ブラキオサウルスは、約1億5400万、約1億5300万年前に、ローラシア大陸西部及び、ゴンドワナ大陸の一部に分布していた、リューバンモクブラキオサウルス化に分類される属。化石は、当時ローラシア大陸西部地域の一角であった、現在のアメリカ合衆国や、当時ゴンドワナ大陸南部地域の一角であった、現在のアフリカ大陸はタンザニアにある、 中世代ジュラ紀後期及び白秋前期の地層から発掘されている。体長は約25メートル、体高は約16メートルに及び、近年まで最も背の高い恐竜とされていた。かつては体重は80トンと最も重い恐竜であり、その体重を支えるために池や湖など水の中で暮らしたと推測されたことも、 あったが、大角膜を持っていなかったため水圧で肺が押し潰され、呼吸ができなくなるということが判明し、この説は否定された。竜脚類等の大型恐竜には、鳥類が備えるのと同じように機能によって、体を軽くする仕組みがあったと考えられ、現在では23トン程度という説もあり、大きく見積もっても50トンほどと推定されている。 近年同系統と思われるさらに巨大な系椎がいくつか発見されており、サウロポセイドンと命名された。最も高く最も重いと言われたブラキオサウルスの記録は今後の研究によって塗り替えられる可能性がある。最初の発見はアメリカ人古生物学者エルマー・エスリックスによってなされた。俗名、ブラッケアソリスはベータローアルファーカイオタオメガニュー。 腕シグマアルファウプシロンロー、トカゲとの合成語。竜脚類の他の種とは異なり、前肢は講子よりも長く、肩は後方に向かって傾斜していたため、より高い場所の植物を食べることが可能であったを持ち上げることはできず、肩の傾斜の延長線上、斜め前方程度の角度だったのではないかとの見解もある。このプロポーションから映画、ジュラシックパークにあったように後足と、 おだけで立ち上がることはなかったと考えられている。頭部も特徴的で膨らんだ鼻面を持ち、頭の最も高い位置に鼻空が見られる。ありがとうございます。